こんにちは、ライムです。ということで今回は、こっちもやんなきゃだぜ。クリスタルダンジョン、天命戦士に、新ガチャ、性能解説。いや、先ほどのね、クライブの解説動画でもう44分喋ってたから、いやー、こっからまた20分くらい喋んのかと思うと、大変ですね。もう1時間喋ってんじゃん。いつものあのフェス動画と変わんないぐらい喋るってことじゃん。今回 FFRK の解説だけで。やべえな。まあ、その前にエバクラの動画も撮ってるからもう1時間以上喋るということになるんですが。まあ、こちらですね。明日生放送も控えてるんで、やりましょう。これね。はい。で、いつも通りこちらは22連すると選べる天命チェイン交換券もらえますので、まあ、苦戦している方とかそういった方はとにかく22連すれば一気に楽になると思うので、まあ、22連する価値はあるのかな。勝てない人は明日はもちろんね、今回の新しいガチャとは一切しません。天命チェイン等もなしでフレンドチェインで戦う予定ではいます。はい、ということでまず上から見ていくとですね、今回ライトニングが生属性で実装ということになってます。で、ライトニングはすでに雷のクリスタル神器が出ているので、まあ、今回が聖クリシンでこれ第二クリシンということになりますね。で、ただね、これ追加効果というかこのクリスタルホースの効果内容が味方の天命戦士2の物理攻撃のダメージ2ターンアップしようということで、まあ、大して強くないですね、これね。なんか、微妙だね。これだったら、なんか他のキャラのね、なんか、特定の属性の復興2ターンアップしようと変わんないので、なんか特別感が別にないよね。これだったら、天命戦士2というくくりよりは、なんか味方全体の復興のダメージアップしようとか、それぐらいの方が良かったんじゃないのって思うんだよね。これにしちゃってるおかげで使い道が、まあ、ほぼない。ほぼなくはないけど、まあ、使ったって全然いいんで、ライトニング自身ね、このバフ当然乗っかってくるから使ったっていいんだけど、まあ、別にだね。それほど、なんか、惹かれるかとか、頑張って使わなきゃいけないっていうものでは全くないかなというところだね。はい。まあ、これだったら雷属性のね、ATB2 回なくなる方が全然強いと思うので、まあ、残念なクリシンということ。で、あとなんか表記に間違いがあったみたいで、なんか修正されてますね、これが。なんか物理貫通っていう書き方しちゃったみたいなんだけど、これ魔法防御貫通が正しいので、これはまあ、その通りですね。はい。で、あとは、今回、ライトニングに第3究極神器が追加されました。はい。こちら、2つの属性まといができると、選べるよという感じです。で、効果内容が、雷聖浴び使用するたびに追撃、最大5回までで、追撃の内容が自身の雷聖属性のダメージを1ターンアップ中。これ、注意点は、アビのダメージではなく、ダメージを1ターンアップ中なので、つまり、必殺技にも乗っかってくるということです、これ。例えば、オバフロ神器とか、LBOF とかね、新奥義の2段階目とか、そういう大技にも乗っかってくるので、使いようによっては結構強いかもねっていう感じですね。はい。まあ、これと似たようなもので、強いもので言うと、まあよく僕、これ系の引き合いに出すんですけど、フリオニールの最初の第一究極神器、あの、炎と聖属性なんです。まあ聖属性なんで、ライトニングと、まあ、ライバルになるんで、まあ引き合いとしては結構いい例だと思うんですけど、フリオニールはね、5回、あれ ?5 回か。5回の間、物理攻撃のダメージアップ中だったよね。ってことを考えると、まあ、似たようなものではあるんですけどね。まあ、だから、フリオニールに並んだっていう言い方も一応できるんでしょうかね、今回ね。
ライトニングも、まあ、しかも静属性だけではなく雷属性も対応できるし、で元々ライトニングはね火力が不足してた、火力不足の面があって、一方フリオニールはあのダメージアップ中のレジェンドマテリアも持っていましたし、そういったところでの、まあ火力差もありましたし、究極審議でね向こうはブッコアップ中も持ってるしみたいなところで、やっぱり、そういったところでも、まあ、火力不足で、雷属性キャラの中でも、あ、ごめん、静属性キャラの中、他のキャラと比べてもやっぱそうなってきてしまうと優先度がだいぶ下がっていたっていうところがあったんですけど、今回のこれが実装されたのと、あとねちょっと前にこの実装された第 3D 角がね、あれもアビリティのダメージアップ中っていう効果があるんで、あれとこれを組み合わせることによっていよいよまあフリオニールに並んできたんじゃないかっていう感じがします。しかもフリオニールと違ってライトニングは、まあ、クライブの時にも言ったけどアビリティの攻撃回数って大事だよっていう話したと思うんですけど、そうフリオニールは5回攻撃なんだけどライトニングは6回攻撃っていうね、この良さがあるんで、これもしかしたらフリオニール今回で超えたかもなっていう感じがしてるんですけど、個人的にはどうでしょうか。これはまあもちろん机上の空論にはなってしまうんだけどね、同時に並べて今回ね、まあ使ったわけでは全くないので、まだ実装されてないのでそもそも、まあ一応その机上の空論ではまあ不良ニールは超えたんじゃないか、生属性運用で言えば超えたんじゃないかなっていう印象は一応僕は持ってます。なんかすでになんか総評みたいな話しちゃってるけど、はい、まあそんな感じで、まあ結構いい究極審議はもらったんじゃないかなって思ってます。はい、それからアクセル審議、これ生属性のやつ2つ目だね。こちらが使用するたびに追撃、敵単体に攻撃回数が順に繰り返し変わる5回おわ15回連続の物理攻撃。まあこれ自体は強いね。なんか平均すると普通にまあ 7.5 回。7.5 と 7.5 なんで、まあ倍率低そうだけどね。倍率はその分低くなってそうではあるんですけど、まあ強そうです。チェーン稼ぎにも良さそうだしね。はい。まあ、もともと火力不足のライトニングにとっては、まあいい。カバーできるね、新しい必殺技なんじゃないかなと思いますね。それから今回新たなレジェマテも追加されております。これもまあ先ほどから何度も言ってる通りダメージ解消ね、ダメージ不足を解消するための新しいレジェマテとしては良さそう。しかも2属性は両方対応してる、ちゃんと。そりゃそうです、そりゃそうだろうけど、雷聖アビ3回使用するためもう1回放つ、雷は聖ダメージアップショー、バトル開始時自身の待機時間一旦なし、まあ、ただここが被ってんだよね、ライトニングの3ターン待機なしと被ってるんで、まあ使い分けだかなと思います。これ好みかなと思う、正直。ちょっとでも火力欲しいんだったらこっちにするし、なんか3ターン待機なしでなんか早めに行動してなんか早めにゲージ貯めてみたいな立ち回りをしたいんだったらそっち選べばいいしみたいなところで、まあ、使い分けでしょうね。僕はまあ別にそんなに3ターン待機なしと1ターン待機なしで、まあ、そこまで変わるかっていうとそう変わんない。結局なんか他のアタッカーとなんか足並みが逆に揃わなくなるみたいなところもある。まあ考えようによっちゃね、早めにいっぱいゲージ貯めてなんか必殺技他のキャラでも多く打てるみたいなメリットに感じる方もいればいると思うし、まあ、こっち装備して単純にこのレジェマテによって3回攻撃の追撃、3回使用するたびの追撃とかダメージアップ消がつくからこっちの方がいいんじゃないって思う人がいるとも思うしね、まあ、それは好みかな、好みの範疇だと思う、あと立ち回りだと思う。はい、まあお好みでどうぞということで総評なんですけど、これもうさっき言ったんだけどねほぼ総評言ったような気がするんだけど、まあ、今回で結構今までの火力不足感を補うような感じの必殺技が増えてくれたので、まあもしかしたら生属性物理キャラとしては上位5人に入れるぐらいかなっていう雰囲気はあります。フリオニールは少なくとも蹴落とせたかな、これで。
ギリギリフリオニールの上に食い込めたかなっていう感じがするので、まあ、もちろん今回の装備が揃えばの話だけどね、揃えばの話、そうなってくるかなと思うんですが、まあいいんじゃないでしょうか。今回もね、今日たまたまですね、なんかクイーンとライトニング入れてルームズデイやってたんですよ、諸事情によりやってたんだけど、クイーンの方が強かったんだよライトニング弱っと思ってまあ僕の使い方が悪かったのなんのか知んないけど、まあクイーンの専用日がそもそも強いっていうのがあるんだけどね、7回攻撃で倍率もなんかそのままっていうね、6回攻撃のキャラと変わんねえ倍率7回攻撃するもんだからクイーン強ってなったんだけどね、そこでもやっぱあの7回攻撃と6回攻撃の差をまざまざと見せつけられたような感じが したんで、まあ、今回の新しい第3究極主義躍進、それがこのレジェマテでね、まあどうなるかっていうところ、まあでもそれでもやっぱ攻撃回数の差があるんで、まあどうなんでしょうねっていう、トントンか場合によっては、まあ、ああでもそうだね、場合によってはって感じか。やっぱ、雷属性だったらクイーン強いんだなってやっぱ思いましたね。はい。って感じで、まあ、今回、まあ、そんな強いクイーンやら、生属性のフリオニールやらに、まあ、追いつけるかなっていうところと、なんか決して、なんかこれ、今回の必殺技で、なんか他のキャラよりも突出して頭一つ抜けるとか、クライブとかね、それこそクライブみたいな、印象は全然ない。残念ながら生物類のトップかって言われると全然そうじゃない。だってトップはもうだってあの聖セシルとかそういうね、もう ATB なくなれるキャラとかね存在している時点で、まあライトニングもね、雷属性だったらね ATB それこそなしにできる、聖属性ですからっていうところで考えて、やっぱだね。まあたまたまね、今回のガチャで揃えばいいかもしんないけど、わざわざ1から全部集めて生属性運用するかって言われるとしないかなっていう、そんな感じはいたしますね。はい。で、次はシンクだね。シンクはね、今回もうクリシンとかこれ復刻なんで語りません。で、今回新しく出たのがこの第二究極神技ですね。同じ属性で第二救急シンギはかなり珍しい部類に入ってくるんだけど、今回何ができるかっていうと、これね、追撃、味方の天命戦士生存人数に応じた追撃ということで、はい、こちら2人以下だった場合は自身の弱点ダメージを3ターンアップ中、3人以上だった場合味方全体の弱点ダメージ3ターンアップ中、4人以上だった場合こちらは一定時間味方全体の弱点ダメージアップ中ということになってます。あ、しかもこれあれだね、よくよく見ると条件結構厳しいや。生存人数4人以上っていうだけじゃなくて共鳴もしてないとダメなんだね。ちょっと条件厳しめだね。だからもう実質だから天命ダンジョンでしか本当に発動しないってことだ。なるほど。はい、ということらしいです。まあこれバフ内容自体はかなり強いんだけど、まあほぼもうこれは本当に天命戦士2用の究極神技っていう感じになっちゃうかな、どうしてもね。まあ自己バフとしても使えなくはないんだけど、これぐらいの自己バフでわざわざシンク使うかって言われるとまた微妙な話で、これだったらやっぱもう地属性物理でぶっ壊れのイングズとかいるからね。であとはまあね、チェインキャラと属性デバッファーっていう入れるっていうことを考えちゃうと、シンクの席まあないよね。属性ダンジョンじゃわざわざ入れる価値はないので、ってなってくるともう本当に天命戦士用の究極神技一本だねってことになっちゃうかなと思います。ちなみに第一究極神技はどうだったのかっていうと、あれはねシリーズダンジョンだったんだよね。シリーズの特化効果で4人以上だったら味方全体にクリバフがつけられるよみたいな感じだったんですよ。いずれにしても範囲狭いけどね、汎用性ないです、どっちも。まあどっちか使う、属性ダンジョンで使うんだったら自己バフができるこっちかなと思う。クリバフだったらね、属性ダンジョンだったら他のキャラで全然できちゃうので、このね弱点ダメージアップだったらまあ
ちょっと属性ダンジョンだとね、しにくいバフでもあったりするので、属性ダンジョンで使うならこっちかなとは思います。はい。で、あとはアクセル審議ですが、こちらは、これは、敵単体2回攻撃プラス3時間全属性再生1段階ダウンということで、シリーズダンジョンとか、それから霊式シリーズのダンジョンに特化してる。使いやすい。いろんな属性がいても、デバフで火力のサポートできるよってことなんですが、まあ、とはいえ短時間なんでね、その普通の一定時間のデバフとかと比べるとすぐこれ攻撃時間切れてしまうので、まあ、あくまでおまけ程度かな、ちょっとだけ火力上がるよっていうぐらいなんで、過度な期待はできません。はい。それから、あとこれ第二 D 角も出ましたね。バトルバンブー。はい。こちらモード1。物理ヘビーアビリティ。使用するために自身と同じ列にいる味方全体の待機時間を一旦短縮する。いわゆる、僕が言うとこの同列待機時間短縮だね。これはね、強い。これは残念ながら強いわ。シリーズダンジョンとか、あと天命ダンジョンなんかは待機時間短縮の手段に困るんだよね。おいそれとね、クイナとか使えないから、まあ、天命戦士1だったらクイナがね、あの共鳴してたからクイナ全然入れてもよかったんだけどね。一方で今回の天命戦士に、ああまあでも一応フィーナとかも共鳴するからね、フィーナとか使う方であればクイナとか入れられるけどね、外部勢力1人までなら OK だから、まあまあまあ、いずれにしてもですね、クイナがいようがいまいが、この同列待機時間短縮は非常に、まあ、優秀な、ものになっているので、ある意味では火力バフとも言えるからね、待機時間短縮になるってことは、1回とか2回ぐらい行動回数増えるってことだから、その決められた単位時間、15秒間の間の行動回数が増えるってことは、火力が上がるってことだから、つまり、ということで、まあ、これ火力バフと捉えても全然いいと思うし、非常に強力なものを持ってますね。はい。あとモード2の追撃、こちら、また英雄だね。英雄が天命の共鳴を受けている場合って話だね。まあこれもめちゃめちゃあれだね、範囲狭いわ。これ3人以下だった場合、一定時間敵単体の全属性耐性2段階ダウン、味方全体の攻撃魔力、防御、魔防アップ。つまりフルバフだね。フルバフです。よかったね。で、4人以上だった場合、一定時間、敵単体の全属再生2段階ダウンと、味方全体の攻撃精神、防御、魔防アップ。つまり、ウェポンブレイクに対するバフ。上書き手段のポンブレバフだね。それがゲットできると。まあ、これは、良さそう。シリーズダンジョンで、だったら、自然とねフルバフが発動するし、こういう、天命戦士の天命ダンジョンであればポンブレバフが発動するよっていう内容の追撃になっているんで、はい。まあ、属性ダンジョンにおいてもですね、一応全属性デバフとかね、短時間ではあるも、あ違う、これ一定時間だ、珍しい、短時間じゃないわ。まあ一定時間だからバフができるってことだね。ただその代わりあれなんだ、中アップじゃなくて小アップなんだね、効果が。あ、ごめん、よくよく見たらこれ後ろに短時間って書いてあったわ、ごめん。一定時間なのは全属性耐性ダウンで、短時間なのがフルバフとポンブレバフか。なるほど、これは失礼した、疲れてるわ、疲れてます、もう眠くなってます。はい。であとはそんなとこか、シンクさんに関しては。はい。ということで、あとごめん、あれがあったな、ごめん、あれがあったな、天命チェインがあったわ。この人天命チェインでも語ることはないよね別にね。なんかようやく天命チェインとポンブレバフが来たことによって、ついに天命ダンジョンで輝く時が来たっていうことくらい、マジでこれぐらいしか使い道ない女なので、結局最後までキャラ自体に特に手こ入れされることはなく終わっちゃったね。なんかもうこれ以降はあと消化試合だと思うので、まあほぼこれでシンクは終わっちゃったのかなって気がするんですけど、まあジョブとシリーズ特化とはいえね、
これほどでもないしね、その強さがね。こないだのコルはぶっ壊れてたもんな。もうマジでね、僕に最終決戦兵器とまで言わせたコルはすごかったけど、シンクにその力はなかったしな。なんかもう本当に規定路線というかね、不遇キャラにとりあえずポンブレバフとチェイン渡しときゃ一緒みたいな、結局それで終わっちゃってる感があるから、まあ、さっきも言った通り属性ダンジョンではまあ席ないし、まあジョブとシリーズダンジョンで使えるとはいえ、まあそこまでそのこれほどの力もないしみたいなところで、まあ不遇、結局不遇かなっていう印象だね、ずっと。はい、ということで次、最後ラーンですね。ラーンもクリスタル神言復刻なんで特に語ることないです。で今回実装、アクセル神技だ、悪神が強いわこれ。炎浴び使用するたびに効果が上がる、炎属性浴びのダメージアップ、最大効果中3段階ということで、まあ 1.1、1.2、1.3 かな、強いわ。まあアクセル神技界の中でもまあトップクラスと言っていいでしょう。セフィロスとかさっきのクライブのねやつも相当強いけど、やっぱ無難にこのダメージアップ中もめちゃめちゃ強いんですよ。なんならクライブのあの追撃の部分、ほんとこのダメージアップ中にして欲しかったくらいね。まあこれも強えんだよ、めっちゃ強え、激強、激強ぽ。ラーン全然装備持ってないけど、僕は引いてないから、これ激強ぽ。ラーン好きとかガチ勢の人はまあ引きに行くでしょうね、このアクシーンはね。これがないとだいぶ火力変わってくるぜというところで、いいやつもらいました。であとはラーンはレジェマテか、まあレジェマテはそうだ、ランはね初期のレジェマテしか持ってないので、これがあることによってまあだいぶ、まあ、令和の性能になったんじゃないかなっていう気がします。まあ、ラン使いならぜひ欲しいでしょう。まああとあれだね、魔法パで使うんだったらデバッファーだからさ、炎属性耐性のっていう意味でも、これがあるとね追撃が出るからもっとデバフしやすくなるので、持ってても良さそう。はい、それから今回第二覚醒出ました。こちら待機なしで発動して一定時間味方全体の攻撃精神防御魔防アップ、つまりポンブレバフですね。はい、それから自身に頼れる弟覚醒モード、これが、他の覚醒であるようなアビリティブーストのがなくなって、その部分に待機時間短縮にくっつくっていう他の覚醒モードだね。だから他の覚醒とか第一覚醒とか D 覚と併用することができますので、まあ、使い勝手は良さそうかなと。 D 覚と併用すると確定4回攻撃になるからね。で D 覚にアビブーストはついてるし、待機時間短縮はこっちのやつがついてくるしということで、非常に前相性は良さそう。で本体効果で味方の天命戦士2の生存人数に応じて追加効果ということで、3人以下だった場合一定時間味方全体の全属性攻撃力レベルを1段階アップ、4人以上だった場合それが3段階アップになるということですね。うん、で今回はこっちに関しては共鳴は必要ないので、微妙に効果違うけどね、こっち共鳴必要ないから、例えば属性ダンジョンで天命戦士2に対応したキャラを4人揃えても発動するってことだね、意味合い的には。まあ基本ヒーラーとかバッファー入れちゃうと思うので、まあ、4人揃うことはなかなか難しいかなとは思うんですけど、一応そういった運用もできるよということで、はい、まあ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 、まあ、基本はポンブレバフ目当てで使うような感じですかね。ちょっとまあ範囲は狭い気がするんだけど、まあ単純に確定4回攻撃とかやりたいんだったら、まあ、これはこれで全然いいかなと思う。違う覚醒モードってのが良かったね。はい、で一応ラーンの総評ということになってきますが、今回のねラインナップがクリシン・アクシン・第二覚醒・レジェマテ・天命チェインだから、見事にオプションパーツしかないんだよね今回。メインどころの必殺技が、まあ、クリシンしかないので、微妙。ちょっとこのガチャだけだとラーンはさすがに運用厳しいと思うので、まあ、ラーン使いたい方はね第2弾ガチャとか、あと今後ドリセルに入った時に狙っていくとか、そういったことも必要になってきちゃうかなと思いますので、ちょっとラインナップ悪かったね、ランに関してはね。まあもちろんね、その悪心とかさ、この覚醒とかさ強いのは入ってんだけど、狙うと1からね、0から狙っていくとしたらちょっと
微妙なラインナップかなっていう話ね。はい。ということで、長々と語ってきましたが、まとめいきたいと思います。今回のガチャは、まあ、あれだね。壊れはなかったね。もうクライブの性能を見た後だと、もうすべて薄味に感じたんだけど、まあなんか、これまでと同じようにですね、不遇キャラにとにかくまあ、ポンブレバフとか、天命チェーンつければ一緒みたいな感じの規定路線というか、投げやりな雰囲気すら感じるんだけど、まあその中でも一応いいものはもちろん入ってるけどね、さっき言ったライトニング第3究極審議とか、ラーンのね、アクセル審議とか、まあちょっと火力不足だったライトニングの火力は上がったのはまあいいんじゃないと思うけど、まあフェス前で無理するような内容ではないかな今回ね、特に。まあ本当に明日のね、天命戦士2で苦戦してするような方とか、あとハイスコアチャレンジガチ勢のみって感じかな。基本はもうクライブ全力でよくねって思ってる僕は。まああとはフェスですね。一応これ金曜だからフェスバレまでは見れるね、これね。フェスバレまではいける。これと切り替わりフェスが開始される感じでしょう。なんで、フェスバレ見てからでも一応悩めるってことなんで。まあその辺もね、検討して。まあ僕はクライブ行った方がいいと思うけどね。といったところで、今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。